し、能力は平均値でって言ったよね、星さん。主人公は何でも上位 1% 位の実力でそつなくこなせる器用な JK。何でも器用にできすぎる上に容姿端麗、性格も良いということからなぜかクラスメイトから敬遠されているという設定でありぼっち。そんなぼっちがなんやかんやあって異世界転生トラックに突っ込んで、転生待機部屋で上位互換に何でも上位 1% の能力でそつなくこなせてしまった結果、主人公はぼっちになってしまったので、チート得点はいらない。能力は平均で同じやすということで平均的な能力をもらった主人公が俺杖をするというシナリオ。ここからサクッと貴族の家の JK っぽい年齢のメスとして記憶が戻った主人公は、クズ家庭で、腹違いの母親たちによって低欲を払い箱として学園に放逐されてしまう。自分の平均値の能力が実は全体の平均値だということが判明。その世界の最強種であるドラゴンとクソザコナメクジの人族との平均なので、人材の強さを誇るチートだと判明。目立たないようにということで、学年一才能があるオスの成績をトレースすることで目立たないようにするとか、そんな感じのよくあるナロー系勘違いコメディ漫画。この漫画は作画がクソ激烈にお上手な上にコメディの見せ方が秀逸で、主人公が必死に平均値になろうと腕立てとかで下手くそな嘘をつくというような感じがクソ上手。次に主人公の生い立ちがクソ不遇なのだが、そういった不遇な生い立ちをコメディで包み込むセンスや、縦ロールのドリル悪役令嬢が実はただのツンデレだった設定とか、異世界ファンタジー風で魔法は使えるが魔法はナノマシンによって行使されているんだよといった元も子もない設定を、上位互換にネタバラシされるとかコメディの使い方やセンスが飛び抜けて面白い。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。